こんにちは。東京で頭痛専門の整体院やっております本谷克己です。さあ、毎朝30秒を洗うと幸せになり頭痛が楽になる、その7日目、ね、最終日になりました。はい、皆さん続けてらっしゃいますか、ね、この30秒を洗う、まあ、できれば1分間洗うといいと思うんですけどね。毎朝僕はあの鏡に向かってやってます。でこれをやると本当ね、あの顔がほころんでクライアントさんにも本当ね受けがいいですね。それと嫌なことあった時とかね、悲しいことあった時にもね、やると元気が出ていいので、ぜひね、今後もねやってみてください。毎朝ですね、毎朝やるのは肝心だと思いますよ、ね、ぜひやってみてください。で最後にね、このね笑うっていうのをね教えてくれたね、僕のね、師匠、社長学を教えていただいてるね国武英治会長にね、本当にあのお礼を申し上げたいと思います。今日の動画の最後にねあのリンク貼っておきますんでね、ぜひご覧になってみてください。さあ、それでは30秒ねいきたいと思いますね。7回目ね、今日で最終日になります。よーい、スタート。30秒終わりました。いやー気持ちよかったですね。7日間ね無事に終了しました。ぜひね皆さんね毎日ね今日からねやってみてください。以上です。ありがとうございました。